緊張は絶対大事なの。緊張感がないことほどつまらない動作はないし、緊張感のない人ほどつまらない人はいない。緊張はね、何かに対応していくときには必ず緊張感がなければ自分の持ってる力が出ないの。緊張するからこそその人の持ってる力が出てくるんです。過緊張はダメなので、過緊張が手だけとか、もう例えば背中だけとか言っちゃって、頭だけとか思いだけ行くと過緊張でしょ。ガチャガチャガチャと狂っちゃうんですよ。だから緊張は大事です。天地につながる真のつながる真の意識ね、身体意識。はい、やってみてください。で、今度動かなきゃいけないから、このままでは動けないから膝をちょっと締めてください。こう膝を締めるということは、股関節がこっちこういうふうにちょっと入れる感じになって、足裏は母子球から指先、親指の付け根に乗って、で、そういう形からちょっと指の方に移動させてあげると、体は持っていける、動けるんです。大腿筋ではないんですよ。指、こうやって指先、そう、こっち、そう、これ足裏と母子球行くでしょ。母子球から付け根、指の足の裏の行くでしょ。そしたら指は少し力抜いておいてあげながら、そこへパッパッとあちこちあちこち動かす。そうすると体がポッポポッポ、向きも変わるし動き出すんです。ところが全身の緊張感がない人はもうバチャッとこのボール見て手ばっけになってしまうから、そこの緊張感がなくなると軸が、芯が狂ってきますね。わかりますか。もうちょっと前ですね。肘が後ろでしょ。こう、うん、はい、そうそう、こうすれば強いでしょ。あ、ぶれないです。自分の体もすごく強いの、はい、それをふーっと抜いてあげて、このこの辺のちょっと抜いてと肩の力が抜ける。今抜けます。綺麗、綺麗です。で、先はちょっとフラフラとなったのはどこでした。どこ、上に力が入ってた、はい、足じゃなかった、はい、弱い肘な、肘が弱い。はい、OK。 私倒れてこっち来ないでくださいよ、はい、いいですか、はい、来ちゃダメですよ。 OK。 そう、立つ、そう、フラフラしない、はい、もう一回、はい、立つ、これ両、この肩の力、ちょっとこっちとこっち力抜いてあげる。 OK。 いい姿勢、これで卓球やればいいんですね。よし、じゃあそれで卓球やりましょう。最初はね、じゃあまあやっぱりなんか決めないといけないから、最初バックからやろうか。バックハンドね。バックハンドのコツは、今風のコツは、打って打球点のところにラケット持って行って打ちましたら、打ったら、そうそうそう、置いとく、置いとく、置いた時にパーンと置いた時に少し少しだけ左の上半身の力を抜いといてあげる。左の上半身、左の上半身、右も抜けてくるからですね。で、置いて、そのまた来たらそこへ持ってく、そこへ持っていく、そこへ持っていく、そこへ持って、落ちたところへそのラケットを落としていく。これが基本ですからね。絶対にこういったらこう、こういったらこうやって戻したりしたら、もう戻したら全部ボール来たら終わりですから、間に合わない。ということで、やってくれますかね。バックバックで行こうか。まずね、最初。やっぱりね、うん、少し動かしてください。真ん中辺まで浅いボールも入れてください。綺麗、うん、ね、足軽いね、綺麗ね、軸が綺麗ね。